続きまして、大学に学生を送ってくださっている高校の生徒たちを教育している、そういうお立場から、求められる、人間力というものをどのようにお考えか教えてください。お願いいたします。はい、高校教育という物差しだけで捉えることはあまり生産的でないのかなと思っています。やはり体験生活、これは外せないだろうと思っています。で、今度は今年度の11月9日、山形教育の日が制定、します。で、これが示唆するものというのはやはり人間力の基盤といったものをどう家庭、地域、学校、社会が同じ方向に目を向けて考えていくか。そういう今、状況、環境、土壌が少しく山形で整備されてきているのかなという。したがって、家庭、幼少、中高、大、スパイラルにそういったことを繰り返し繰り返し、あるいは山形は三世代同居、まあ、それぞれの過去になりつつありますけれども、やはり教えるべきところを経験者が生活するのを教えていく。そのことを厭わないという、そういうわけ県民性といったものを大事にした中で人間力の基盤というのは軽やかに立ち上がっていくのではないかなと考えています。ありがとうございます。人間力というものを育てていく、それはある一つの教育機関だけが担うものではなく、社会も含めてスパイラル上につながって高まっていくものであるというお話でしたが、先ほど来、生活者という視点で、いわゆる人々を見ている、その中で、自らがなすべきことをというお話を頂戴しておりました。高潔様はこの部分どのようにお考えになりますか。ちょっとなんか先ほどの、人間力というのはビジョンを持ち、それを徹底的に成し遂げることができるか、そういったのエネルギーを持っていることだと思います。でも曖昧な夢ではなくてですね、明確なビジョンを持つ。なぜビジョンを持つのか。仕事をする上でですね、極めて効率がいいんです。自分のビジョンにとって合ってるのか間違ってるのか、そこら辺が明確になります。それを徹底的にやり抜くこと、それが力だと思います。それで、社会における基礎力といいますのは、そのビジョンをどこまで周りの方々と共有ができるか。自分の周りではなくてですね、その自分の描いたビジョンで、なおかつ徹底的に遂行するエネルギー、それを周囲の方とどこまで共有ができるのか。当然、そのために基本的な挨拶、お詫び、感謝の言葉、そういったものが必要になってくると思っております。以上です。はい、ありがとうございました。それでは続きまして、常盤様、どのようなものを、基礎的な社会力というか、社会的な基礎力というか、お考えをお聞かせください。はい、ここでは大学のことを議論しているんですけれども、私は今の仕事の前に初等中等教育という高等学校以下の教育のことを文科省の中に担当しておりまして、その中で、今教育の中身の基準である学習指導要領があるんですけれども、そこで目指している力は実は生きる力ということを言ってまして、内容的には人間力とかなりダブルものだろうと思っています。その基本にあるのはやはり一つはですね、自分の頭にものを考えて行動するという、そういう力、自分の考えをどんどん深めていって、それを実現に移す力というのが一つと、もう一つはやはり自分だけでは社会で生きていけないので、他者と共同する力、この二つの側面があるんだろうと思います。自分を深めるのか高めるのか別として、その自分をどんどん掘り下げていく力と、それから他者と共同する力、この2つが必要だろうと
というふうに思います。そしてそのために自己自己教育でも言語活動とか体験活動とかそういうコミュニケーション活動あるいはその机上だけではない実生活に即した力というようなことを重視をしておりますのでこういう力は大学だけではなくて初等中等教育から大学まで一貫して育てられるべきものだというふうに思っていますので今回のこの大学教育改革にいろいろな議論が初中教育のそういう改革の動きと連動するように文科省としては進めていきたいというふうに考えております。以上です。はい、ありがとうございます。それでは続いて有機の副長お願いいたします。人間力のマーカーで、基本的には礼儀とかしつけとか、あの道徳心とかですね、あるいは他人を思いやるような優しい心なんていうのはですね、これはもうあの大学教育とかいうことではなくて、むしろ学校に行く前の家庭教育、あるいは小学校、中学校が大事なんだろうというふうに思います。で一方、大学ではですね、さっき私言いましたその、頑張っていく力とか、いろんなものに挑戦する意欲、あるいはその自分の考えをまとめ上げて、それを相手を説得する能力とか、そういったことは、あの大学の教育、あるいはその卒検卒論をやる中でですね、鍛えられていくんだろうというふうに思います。で一方、その私が最後に言ったの、周りの人から信頼され、信用される人徳というのがありますとですね、これはもう、むしろ一生かけて、あの大学卒業してから一生かけてやっぱ磨き上げていくものだろうというふうに思います。そんなことをとりあえず考えています。はい、ありがとうございました。私たちが大学の学びで何ができるかというふうに考えるときに、しばしば要求される人間としての力それから、いわゆる社会的な基礎力ということについての皆様方のお考えをお伺いいたしました。また別の視点で非常にたくさんのご質問が集中していた部分はこれはパネリストの方からも何名の方からもご指摘がありましたが学ぶための動機づけこれを高めるために社会体験や地域の現実的な課題これと実際に向き合って実践実習的に学んでいくインターンシップなどもこれの一環になるかと思いますが、これをより早めた方が、学ぶ目的がはっきりと見えてくるのではないだろうか、そのような方向に大学のカリキュラムを改革していくべきではないかという具体的なご意見を頂戴した方質問用紙にお書きくださった方が数多くいらっしゃいました。このような点についてはパネリストの皆さんの中からはどなたか、それはこのように考えるというふうにご意見をお持ちの方いらっしゃらないでしょうか。先ほどのご提案の中でご提言の中では、小玉さんが地域現実課題との中での抽出型学習これ非常に効果的だったと頑張っていた山形大学の学生を実際に知っているというお話を頂戴いたしましたがこの点について児玉様はどのようにお考えになりますか。そこもですね、いろんな鳴子町の話題でしたけども鳴子町商店街の皆さんに結局アンケートしてその集計を結果をもとにいろんな考察をされていたというところだったんですけども、そこで、大学の方に持ち帰って仲間の人といろいろ議論してここはもう皆さん商店街の人はこう考えますけども本当はこうでもないんじゃないかというようなこととかですね、その辺を議論した上で、商店街の方々に提案をされていたというところであります。大学でいろいろ、いわゆる学習する本を読んでいろいろ勉強するというところは、まずいろいろその経済の流れ的なところの勉強というのはこれで必要なのかもしれませんけども、現実的にそれが形として社会の中で、あるいは経済の中でどういうふうなこととして現れていくのかというのを見て、それから改めて戻って、いろいろまた学び直すというか、また自分で研究し直すというそのサイクルというのは大切なんではないかなと思いますね。なるほど、ありがとうございました。この点については、
時矢さんはどのようにお考えになるでしょうか。カリキュラムの中で比較的前期、早い時期にこのような体験型の学習を置き、その体験をもとにして、その後の大学での学習をの目的を明確にしていくというその考え方はいかがなのとお考えでしょうか。まあ、基本的にはですね、教育のプログラムの見方の問題なので、各大学で一番いいパターンを考えていただければと思うんですけれども、まあ、私も実はこういう大学教育の地域フォーラムいくつかの箇所で出席をさせていただけるんですけれども、まあ、その中で言うとやはり、今ご提案のあったようなその早い段階でその現場地域とですね、触れる経験をするっていう方が、まあ、動機づけとしてはメリットが、そういうことを組み込むということは一つのメリットではないかという意見は各所でお伺いするところなので、これから工夫をしていくときにですね、一つの考えるべきポイントなのかなというふうに思っております。